その女は渡さへんで、すぐに仲間が駆けつける。酒井、しつこいの。説明後や、とにかくここを離れるで。兄貴、大丈夫でっか？おい、すぐに探すで！応援呼ばんかい！はい。厄介なことになったね。よし、行くで。行くで。せや。なんなの？一体どう？危ないから後ろにおれ。うん、なんで急に。話は後や。まずは連中を任んと。どうしたの？ちょっと待っとれ。説明したる。ちょ待って。え？これ見て。うち以外こんなに。行くぜ。ついてこいや。逃げるの。もうすぐに。後ろにおれ。
喋ってる。さっき行くで。どうしたの？ちょっと待っとれ。倒さな先へは行かれへんか。遠くへ逃げなあかん。もたもたしてる暇はないで。行くぜ、来いよ。じゃあかん。こっちや。階段降りるで。え？階段？ちょっと待って。んな余裕ないわ。しっかり捕まってろや。行くで。おい、危ないから後ろにおれ。うん、わかった。あとはここを突っ切れば奴らを振り切れるはずや。手こずらせてくれたな兄さん。まことちゃん、くそ、しつこいやっちゃな。お前はここでじっとしとけ。はい。父ちゃん、先逃がしてもええで。どうせ一人やったら遠くまで行かれへん。すぐに追いつけるんやからな。その代わりここでお前を確実にぶっ殺す。それからゆっくりと誠ちゃん捕まえて連れて行かせてもらう。何も言えん。なんであの女狙うとる。
お前そんなことも知らんと あの女をどうこうしようとしてたんか。なんやと。お前は何も分かっとらん。あの女の価値を。とんだ間抜けや。お前は自分何に足を突っ込んでんのか。おい、どういうことや。ここまで来たら大丈夫やろ。お前おい、何を。何や。大丈夫や。もう大丈夫や。で、店長は。心配すんな。奴も逃げた。すぐに会えるはずや。本当に。ああ。どうして。こんなことに。